今日ホテルに泊まりで、今さっき着きました。ずっと移動だった。めっちゃ寝てた移動の中で。お疲れ様です。ありがとうフェス、ありがとう。しんいちさん、青いハートありがとう。りょうさん、お疲れありがとう。暑かった。そうなんですよ、明日もちょっとお仕事があって。ゆうじさん、食べてありがとう。こんばんは。岐阜暑かった。っていうかもう今日一日暑かった。ニコライさん、どうぞ。ありがとう、ありがとう配信で。え、なんかね、あれだよね、配信がちょっとなんか不具合というかみたいなのがあったらしく、あのアーカイブがね、乗る STU アーカイブが乗る上がる予定じゃなかったんだけど、なんとミクチャで、ね、配信止まっちゃったりしてたみたいで、アーカイブが上がるそうなので、ぜひ見れなかった方も見てみてください。そう、アーカイブ残るし、カク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 してたんだ。リオさん、氷ありがとう。よいしょ。え、暑かった観客、うん、もうめっちゃ熱気が、しかも野外フェスが今年初めてだったからね、もう夏って感じでした。小山丸さん、ソフトクリームありがとう。こんばんは。暑かった。あ、本当に映ってた、たくさん嬉しい。青井さん、ソフトクリームありがとう。こんばんは。暑かった、外だったの。そう、はあ、フェスの夏のフェスらしかった。そう、屋台も出てて、そう、屋台もいっぱいいろいろ出てて、たこ焼き食べたの。お昼はたこ焼き食べた、屋台の。そう、沖縄パイン、え、そうそう、差し入れでね、もらって。あ、逆光だったのサングラスして見てました。ありがとう、ありがとう。焼けちゃったかも焼けちゃったかも、焼けちゃったかもしれん。いい天気だ。あ、岐阜の名物買ったよ。ちょっと待ってね、食べようかな。あ、あとね、これもよいしょ、じゃーん、なごみあゆ、これみんな言ってたやつだよね、あゆちょっとどんなのかさ、あゆの形したおせんべいなんだって、みんな言ってて、配信で。あゆってこれだよね、買ったよ。こんばんみん、まことさん、かき氷とソフトクリームありがとう。よいしょ、不安定めっちゃ。こんばんは、お疲れ様ありがとう。岐阜の名物、でも調べたら一番上にこれ出てきた、岐阜のお土産って。ネットで検索したらこれが一番目に出てきたから、多分有名なんだと思う。これちょっと食べてみる、かわいい。ここにちょんって乗ってるアユが。え、待って、五平餅食べたかった。めっちゃ探したいよ私、五平餅。五平餅さん、五平餅めっちゃ探したんですよ、食べたかった、めっちゃなかった。私が見つけた時ところには。青井さん、かき氷ありがとう。うん、中身はおせんべいっぽい。小山餅食べたかった。慎吾さん、ソフトクリームありがとう。スイートなあずみんちゃんの写真が普段より大人っぽくってます。え、ほんま嬉しい、嬉しすぎる。プータさん、アイスクリームありがとう。でも五平餅は岐阜ではないのか、多分愛知だよね、五平餅って。
あんみつかな。あんみつ玉ありがとう。アイスタワーか。ありがとう。嬉しい。ありがとう。え、マスカラ変えた。最近新しいのにしたよ、マスカラ。すごい。よくわかったね。ありがとう。五平餅はいろんなところにあるのか。わ、え、で4個しか入ってないんだよね。貴重に食べよう。じゃーん、こんな感じです。中身あゆかわいい。え、ファンデーション活躍した。待ってすごいこれ。うん、めっちゃすごい。これよれんし取れんし、めっちゃ汗かいて、そうめっちゃ汗かいてステージしたんだけど、うん、めっちゃ激強でした。ファンデーションね、めっちゃよれ、そう全然よれてないよねすごい、本当にすごかった。うん、めっちゃ綺麗、嬉しい。ファンデ、これはおすすめです。リリベスのファンデ。こんばんは、はしま団子。え、はしま団子、はしま団子気になる。熊田パパさんアイスありがとう。じゃあ食べてみよう。せんべいなんだね。私まんじゅうかと思ってた。これせんべいだと思う。あ、バニラ味とココア味があるんだ。小バニラです。結構ね硬いです。めっちゃせんべい、おせんべい、硬いおせんべいって感じ。こんばんは、りょうさんかわいい、ありがとう。うわ、中何も入ってない。うん、ふん、おせんべいだ。うん、サクサク、なんかそぼくな美味しさ。あゆ、あゆは見た目かな、があゆだからかな。ボーロ、あ、でも若干ボーロに似てるかも味は。ゆもすけさんうま、ありがとう。うま、うん、かわらせんべいそんな感じだ。うんうん、ボーロ、かわらせんべい、鹿せんべいみたいな感じ。うん、せんごさんアイスありがとう。めっちゃボロボロしちゃう。え、鹿せんべいって食べないのえ、食べたことあるよ、私奈良行った時。わかんない、1枚食べたことある気がする。鹿せんべいって食べないの。カルシウムせんべい食べたことない。え、何なんだろうね、あゆは。長良川に多分あゆがいるんじゃないかな。岐阜の。こんばんにゃ。え、あゆみちゃんのうちを作った材料買ってきて。嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しい。え、嬉しすぎる早く見たい完成楽しみ。 K さんかき氷ありがとう。あんことかは入ってなかった。なんか色、電気がね、ホテルの電気がなんかめっちゃ暗いんですよ、ここのホテル。照明が
一番大きい照明がこれです。枕元の照明が一番大きい。ティワさんソフトクリームありがとう。鹿せんべいって鹿にあげるやつで食べちゃダメなんだ。あ、炭酸せんべい、あ、そんな感じかもしれん。うん、こんばんは。 TY さんかき氷ありがとう。こんばんは。食べてた普通に鹿せんべい。うかい、うん、あゆ、じゃあそのあゆが有名なあゆが。ケイさんソフトクリームありがとう。あとね、あの前々からずっと危ない前々からずっとあの飲みたい飲みたい言ってた、じゃん、ヤクルト戦見てこれ見つけましたと言いたいところなんですけど、自分で見つけたわけじゃないんですよこれ。今日その前からヤクルト戦がおすすめだよって教えてくれたマネージャーさんが今日いて、でそのマネージャーさんが朝くれたんですお母さんヤクルト戦どうぞって言っておすすめしてくれてたヤクルト戦をもらいました。そう、でっかいのかなこれ、通常サイズがあんまり分からんけど、全然見つけられんかったけん嬉しい。うんでもさすがに今日は飲めない、明日があるからね。本当に眠っちゃうんだって、分かんないけどちょっと今すぐ飲みたいけど。ぬしさんかき氷ありがとう。しんごさん結婚してありがとう。ふゆぶちさん結婚してありがとう。くまねパパさん結婚してありがとう。にもすけさん結婚してありがとう。りおさん結婚してありがとう。そう、え、ジャンキで売ってるの？全然見つけられんのよね。ニコライさん結婚してありがとう。マッキル結婚してありがとう。ヤクルトファンなの？ちょっとハマってみます。私もファンになってみる、ヤクルト戦の。でんじろうさん結婚してありがとう。しみこさん結婚してありがとう。けいさん結婚してありがとう。ね、優しいマネージャーさん優しすぎてまさかのびっくり。りあくんかき氷ありがとう。こんばんは。寝る前飲んだら1週間寝るよ。そんなにそんなに寝ちゃうの？ちょっと怖いよね本当に。だから次の日がもう完全休みの日に飲む、このヤクルト戦は。朝起きるくん、どうしよう、どんぐらいの効力があるのか、ちょっと結構体に効きすぎちゃって、眠りから覚めれなくなっちゃったら大変なので。昨日席からいたから、え、そうだったんだ。確かに会いたかった会いたかった。お疲れ様ありがとう。ぬしさん結婚してありがとう。ゆずきちさん結婚してありがとう。読んで寝たら楽眠るって聞いたことあるって本当？やだそれ聞いてちょっと飲みたくないな怖いな、悪夢見るの心配しすぎかな。あ、眠りが深くなるだけで長時間になるわけではないの？あ、そう、アズミン担当じゃないマネネです、マネージャーさん。そうそう、最近そう話してるレッスンの時にそのマネージャーさんと話したんですよ。おすすめしてくれたマネージャーさんが。
え、なんで悪夢ってなんで見るんだろう。眠り深すぎてすごいいろんな夢見ちゃうのかな。ゆずきちさん、猫ちゃんありがとう。え、どうしよう、今日飲んでみようかな。でも、え、でも私ね、昨日全然眠れんかったんよ全然眠れんくって、昨日夜全然寝つけなくって、今日もう移動中ずっと寝てた。だから1時間なんか1時間ぐらいしか寝てなくって実は全然寝なかったんよ。で移動中にずっと息寝て、さすがにちょっと寝とかんとあの倒れそう、倒れると思ってステージで寝ずに野外フェスはやばいと思って、でバスの中とか新幹線の中で寝て、で帰り道も結構ずっと寝てたから、え、飲んでみようかな今日ヤクルト戦、飲んで寝ようかな。え、そんな、え、もう目覚ましも聞こえないぐらいの深い眠りに入るものじゃないこれ、大丈夫。しんごさん、猫ちゃんありがとう。ヒラリハットさん、アイスクリームありがとう。え、そう、な、いや、なんもなかったんだけど、昨日別になんか大きな何かがあったわけじゃなかったんだけど、なんだかね、そう、睡眠の質がね、向上。確かに睡眠の質って何なんだろう。まさたろうさん、だるまさんありがとう。でんじんさん、アイスクリームありがとう。ちょっと充電器、わっ、距離が届かんかも、届くかな。にずらして、これか。ボンちゃん、アイスクリームありがとう。睡眠薬じゃないから大丈夫大丈夫かな、そんな変わらん。心配事とか緊張、いや全然ねしてなかったんですよ全然してない、全然してないです。ツアーの方が100倍緊張してるぐらい。今日なんて一個も緊張してせずにステージ上がったんだけど、なんでかね、わかんない、私も言語わかんないの。昨日全然眠れなくて寝つけなかった、どう頑張っても。うん、ジブリ見て興奮したんかもしれない、頭が。ジブリ見て頭が興奮したんかもまあそんな夜もあるよね。まあ無事終われたのでよかったです、今日ステージが。アルさん、かき氷ありがとう。ゴンちゃん、かき氷ありがとう。え、嬉しい。え、これね、最近買った上着、これ上着最近買ったんですよ。これちょっと可愛くない、こうやって半袖で、なんかあの半袖の上に毎回羽織って、ちょっと日焼け防止も兼ねて半袖だけで出歩かないように一応ちょっと気をつけてるけど、生地がレース生地なのでちょっと透けてるから、普通に紫外線とか太陽の光全然通してるんだけど、でも普通の上着着るよりかは風も通すし、でちょっと日焼け対策。え、アームカバーも、アームカバーつけてたんや、ずっとアームカバーつけてて
ちょっとこの上着を買う予定は全然なかったんだけど、お店屋さん行ったらこの上着が可愛すぎて可愛いと思って衝動買いしちゃって今は衝動買いしちゃってこっちをつけてるけど、多分アームカバーつけた方が完全防御されるから、このでもこの下にアームカバーつけちゃうとめっちゃ暑いんだよね。めっちゃ暑いから、あのなんかいい感じに使い分けてます。これを上から羽織ったり、アームカバーをだけをつけたり、いろいろしてるね。そう、一目惚れちゃった。可愛いよね、日焼け止め。私ね、めっちゃね、あのなんか豆じゃないんですよ、豆な人じゃなくて、日焼け止めね塗り忘れちゃうんですよ体に塗って出るのをいつも忘れちゃうタイプなので、もう着て日焼け対策する人です。日焼け止め絶対塗り忘れちゃう。 TY さん、かき氷とソフトクリームありがとう。こんばんは。ねえ、飲む日焼け止めは？飲む日焼け止めは、そんなのあるの？飲んだことない。飲む日焼け止め、確かにアームカバーもです。確かに紫外線対策にはそうだよね、バッチリね対策してくれるのはアームカバーだよね。ねえ、暑いもうバッチリここが覆われるからなかなか暑いです。ちょっとレッスン場とかなんかちょこっと歩くぐらいの距離だったらアームカバーつけててもいいけど、長時間、今回みたいな新幹線乗って長時間の移動とかは上着がちょうどいい。上着に日傘にしてる、外歩くとき。最近上着がちょうどいいです。こんばんは。そう、忘れっぽい。なんかね、豆じゃないんですよ、あんまり。こまめに日焼け止め塗れないの。こんちゃん、レインボースターありがとう。ディオさん、かき氷ありがとう。でも母さんにはいや塗りなって言われるお母さんには日焼け止めも塗ってアームカバーもつけるんだって言われました、この前そんなにするのって言って、アームカバーつけたら日焼け止め塗らんでもいいかと思ってたけど、お母さんには日焼け止めも塗ってアームカバーもつけるんだよって言われてそんな真っ白きっきりになっちゃうよって言って、ダブルでするの？あ、やっぱダブルで しないと効果ないんだあ、お母さん正しいんだ。そうなんだ。そうか、日焼け止めね。スプレータイプ、確かにスプレータイプ買おうかな。楽だよね、スプレータイプ、シャーってやって。飲む日焼け止めは初めて知った。こんばんは。お豆腐いい、ほんとありがとう。中はチャラーン T シャツです。あ、シャツ見えた。こんな感じで、下がスカート、チュールのスカートだった今日。はあ、こんばんは。あ、そうなんだ。スプレータイプ買ってみようかな、日焼け止め。スプレータイプの日焼け止め。
あ、大人、おやや、大人あずみ、嬉しい、いい感じ。こんばんは。 T シャツじゃないか、なんて言うんだろう、ブラウス、ブラウスではないか。え、なんて言うの、え、確かにこういう服ってさ、なんて言うんだろう、 T シャツじゃなくてなんて言うの、これってこういうのってトップス、なんて言うんだろう。つまさん、バラありがとう。けいさん、かわいい、ありがとう。相撲じゃなかった、相撲じゃない。今日はさすがに相撲 T シャツじゃない。今日ひたすら白、え、そうなんよね、思った、私もめっちゃ白、今日は白コーデの日になっちゃった。飲む日焼け止め効果わかんないけど気持ち的に安心する。あ、本当？確かに、え、でも安心しそう、うん、確かに効果わかんないね。でも飲むって体の中からさ、どうやって日焼け止めするんじゃろう。え、曇りの日の方が外線強いって聞いたことある。え、そうらしいよ、うん、曇りの日の方が日焼けしちゃうらしい、紫外線強いらしい。こんばんは。スプレー買ってみようかな。はあ。うん。温泉入ってくる。てるの、この後。しんいちさん、だるまさん、ありがとう。かぎさん、じななさん、ソフトクリームありがとう。飛騨牛食べれた、食べれなかったよ飛騨牛。さすがに飛騨牛食べる時間はなかった。あ、8月9日の公演申し込みした。嬉しい、花垂れ公演出るよ、花垂れ公演、そらさんの生誕祭。お部屋にもお風呂あるけど温泉があるから入ろうかなと思って。夢の時みたいにメンバーさんだと一緒に、いや一緒に行かない。さすがにあれはサンキちゃんが結構みんなで行こうって感じだったから行こうってなって行ったけど、今回は一人で行ってきます。一人部屋だしね、一人部屋なので。ちっちゃいテレビ、本当？でも普通サイズだよ。こう見たら、え、そう、体温まった、確かに、え、確かに湯船めっちゃ浸かろう、しっかりで、やっぱこれ飲む今日。ヤクルト1000絶対飲もう、これ大丈夫よね、大丈夫だよね。めっちゃ目覚ましかけとこで、明日5分刻みぐらいに。そうしよう。こんばんは。朝はめっちゃ早くはない、激早じゃないけどみたいな感じかな。うん、こんばんは。あ、ありがとう、日焼け止め。昴生、昴生知ってる、昴生有名、
お風呂が…あ、オッケー、お風呂上がりに、お風呂上がりに飲もう。まさたろうさん、たこちゃん、ありがとう。あ、確かに冷蔵庫で冷やして温泉行こっかな。起きられんとかなかった？大丈夫か、じゃあ。もうなんかさ、その教えてくれたマネージャーさんが一生寝れるよって言われて、目覚ましかけずにこれ飲んで次の日目覚ましかけなかったら一生寝てるらしい。だからもうそんな一生寝ちゃうぐらい起きれないものなのかと思ってたけど、そこまででもないかね。冷やして温泉行こう。それはない。一生は違う。脅かされたのかな。でもなんかそう、それはそこまでは。あ、久しぶりされてたけど、お前返さなかった。大丈夫だよ、お仕事頑張ってね。会える時を楽しみにしてます。エイミン、こんばんは。確かに。じゃあね、これ飲もう。明日も頑張れるかも、これ飲んだら。キリとした目覚め。よし、じゃあそろそろ団地読もうかな。団地読もうかな。そう、めっちゃ暗いでしょ部屋。ここしか本当にないんです、光が。こう消したら、ほら手で隠したらこんな感じになっちゃう。ここしかないのよ。あ、でも逆に手で隠したくらいがちょっとちょうどいいかも、光の感じが。天井にね、ない。あん、て、お、天井にめっちゃ光るライト。手で隠したくらいがちょうどいいかもしれない。あ、こんぐらいの明かりが好きだ自分は。明かり情報。お疲れ様。セオさん可愛い、ありがとう。みょこちゃんお疲れ、ありがとう。え、関東行きたい。また、うん、最近行けてない。関東行きたいな。よし、じゃあヤクルト戦の効き目はまた明日の朝メールでお知らせします。ちゃんと起きれたかどうかもお知らせします。じゃあ男女見ます。13位とちゃぼやさん、ありがとう。12位りんくん、ありがとう。11位けんじさん、ありがとう。あ、上上がっちゃった。10位やる気猫けいさん、ありがとう。9位でんじろうさん、ありがとう。8位りおさん、ありがとう。7位電人 M さん、ありがとう。6位ウキさん、ありがとう。5位シンゴさん、ありがとう。4位ゴンちゃん、ありがとう。3位ニコライさん、ありがとう。2位ゆずきちさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバン、マーキュルー、ありがとう。ね、めっちゃ関係ない話なんだけど、最後に、こうやってさ、男女毎回読んだりさしてるじゃん。とかギフトもらった時に「誰々さんありがとう」とかって配信で読んだり、名前をさ言ってるじゃん。でさ、
今2人、お姉ちゃんと2人暮らし始めて、お姉ちゃんその自分の配信の声が結構、お姉ちゃんすぐ隣の部屋にお姉ちゃんがいるから結構聞こえてるんだって。でだからお姉ちゃん結構あのね、あずみんファンの方の名前で覚えてる覚えてらしい。私が配信で壇上とか読んだりギフトとかで、誰々さん結婚してありがとうとかありがとうとか、1位は誰々さんとか2位は誰々さんとかって言ってるの結構覚えたらしくって、この前そうなんか言われました、急に今日も誰々さん来てるのとかえ、なんで知ってるのって言ったら、え、覚えたよって、あずみが配信で言ってるからって言って、誰々さん、そうすごい結構覚えてた。お姉ちゃん認知されたお姉ちゃんにお姉ちゃんにみんな認知されてるよひーくん、かき氷ありがとうアネミン誕生日ません、アネミン、そう鈴鹿さん、おやはとありがとう、覚えてるよ、みんな、みんなの名前結構覚えてた、この前話したらっていう最後の雑談です。うん、アネミンにギフトで読み上げんよ、お姉ちゃんお姉ちゃん声出し NG らしいけん、かたくなに声出し NG って言ってる、一切出演しませんって。こんばんは、じゃあねえねえあずみんでおります、せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください、いきます、せーの、なーにー、ありがとうございました、バイバーイ、おやすみなさーい、バイバーイ。